スです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、私たちの自己紹介していきます。はい、はい、トップバッターはデイアスミン。はい、タコ担当福澤アスミです。よろしくお願いします。マキタントヨフジリンドです。よろしくお願いします。はい、サーモン担当寺澤アリスです。よろしくお願いします。はい、イクラ担当マノサナです。よろしくお願いします。はい、エデタイ担当近藤美子です。よろしくお願いします。はい、ホタテ担当月島さやかです。よろしくお願いします。この8人でナディアパーク盛り上げていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速ですが、私たちには妹ユニットのハッピー&ハッピーというグループがありまして、はい、今からその子たちに盛り上げてもらいます。はい、ハッピー&ハッピーどうぞ。どうぞ。はい、ただいまライブ行われているんですけども、上で見てくださってる方もたくさんいるんですけども、したりしてね、落ちちゃった、まあ、落ちるかわかんないけど、落ちちゃったりしても危ないですし、物とか落ちちゃったりするとね、下の方が危ないので、気をつけて見ていただきたいと思います。はい、そしてエスカレーター前はよかったらね、通路開けて楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速一曲披露させていただきましょう。はい、それでは聴いてください。千年先の約束。なのだって君だけに
ていただきました。ありがとうございました。はい、この後もアドレ教室のライブ盛り上がっていきましょう。イエーイ。それではまた会いましょう。以上、ハッピー&ハッピーでした。バイバイ。はい、それでは私たちもラストスパートになります。はい、次の曲参りますか。参りましょう。次の曲はですね、最近お披露目した新曲でございまして、はい、スシドルにちなんだ新曲ですね。ホリディエさん。そうです。あれ、私に振ってくれるんですか。ありがとうございます。やっぱね、私たちスシドルということで、はい、今までこの活動してきたアイドル教室の活動してきて今8年目なんですけど、お寿司の曲がなかったんですよ。そうですね、8年目にしてやっとお寿司の曲をいただけたということでね、はい、歌詞にも注目ですね。そうだね、はい、私たちならではの歌詞になっております。はい、はいはい、それでは聴いてください。どんなお寿司でも構わない。
お知らせがございます。はいはい、はいはい、私たちアイドル教室ファミリーは8月12日ゼップ名古屋でワンマンライブ開催します。イエーイイエーイ。はい、私たち、アイドル教室はですね、8月12日にゼップ名古屋でアイドル教室の感謝祭というワンマンライブを行わさせていただきます。はい、はい、動員目標が1000人ということで、はいはい、今回3度目の挑戦となってまして、過去2回1000人動員目標を達成することができなかったんですけど、今回こそは必ず達成させたいなと思っておりまして、もし今日チラシを見て来てくれて初めて見たよっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。見たことある方もいるけど、ありがとう、でも来てくれただけでもすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひそんな方にも、もう初めて来た人にも楽しんでもらえるような、はい、ライブに私たちしておりますので、はい、なんだろう、やっぱアイドル教室好きな人はもっとアイドル教室がこう好きになるような内容になってますし、はいはい、初めて見た人はアイドル教室これからもついてきたいって、アイドル教室名古屋ドームでライブとするところ見たいとか本当思ってもらえるようなライブに仕上げてきておりますので、はい、ぜひ皆さんには8月12日絶対にゼップ名古屋に来ていただいて、本日チケットの方も販売しておりますので、はいはいはい、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。はい、はいはい、そんなチケットですね、今日はこちらで皆さんから見て左側で販売させていただいてるんですが、はい、チケット1000円で販売してまして、はい、今日は購入していただきますと、ライブの後にすぐに行われるハイタッチ会にも参加することができますので、はい、よかったら皆さん購入してハイタッチ会にも参加してもらって、はい、来週の土曜日のゼップ名古屋のワンマンライブにもぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。情報を知りたいよっていう方はアイドル教室っていう風にネットの方で検索していただいて、アイドル教室の公式ホームページからイベント情報とかたくさん見ることができます。はい、そして私たちもツイッターとかやってるので、皆さんぜひフォローしてチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もう寂しいんですけども、次の曲で最後の曲となります。はい、はいはい、いや本当にもう全部まであと6日だね、みこさん。はい、6日です。もうどう足掻いても6日、時間は変えられませんもんね。そうよ、はい、そうよ。じゃあちょっとなんか、ね、おねみたいな、おねみたいになってしまったんですけど、おねではありません。はい、そんな感じでですね、もうやっぱりここはみんなでね、はい、やっぱなんだろう、残り6日でイベントもこれこうやってイベント外でイベントさせていただけるのも、あともう数える今日と来週の金曜日、そうです、はい、だけなんですよ。3回回しくらいある、はい、そうです、3回回しくらいあるんですけど、はい、はい、金曜日ということで、はい、今日皆さんうちわ持ってますか？うちわ、ありがとうございます。たくさん持ってる。開けてみてください。ありがとうございます。それです、それです。あ、いっぱい見る。ありがとうございます。本持ってくださって、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでね、次の曲はこのうちわをちょっと使いますので、よかったらみんなで一緒にフリフリしてください。はい、はい、お願いします。それでは本日ナディアパークラストの曲です。聴いてください。せーの、 We can let's go。 秋も雨の日も終わるなら始めよう、全力で。
オオーラダイザーセイナイザー花を香りながら深く深刻しようよ未来を決めるのはそう自分だけさ逃げを